で最後が宮部みゆきの新作ペテロの葬列、まあ鮮やかでマイナー1800円プラスで全く損しません。集英社から出て、まずねバスジャックから始まるんだけど、3時間で解決するバスジャックから始まる。でこのバスに居合わせた乗り合わせた数人のもののそれから自分たちの生活が一気に変わっていくんです。そのバスジャックをやった男は実に冷静に言葉巧みで、しかもあんたたちに何の罪はない、これが全て解決したらあんたたちには私は大概と言えるかどうかは分からないけど、あなたたちが今必要な金額を言ってくれ、片1億っていう、片っぽは何千万という、これを均等に分けましょう、必ず私が捕まっても振り込みしていただけるようにしますから、そういうところから入って、宮部みゆきの語り口のうまさがいかにもまんまと引っかかるんです。引っかかるっていうのは見え見えの後で大どんでん返しの言葉の技、文章の技で引っかかるんじゃない、人物描写で物の見事に引っかかる。これならやられるなというのを登場人物がことごとくやられてしまうというのが宮部みゆきの宮部みゆきたるゆえんであり、宮部みゆきがただもんじゃないという、やっぱり今女性で書き手って言ったらまあトップでしょうな。実にうまい。ペテロの葬列、意味はこの中に出てきます。だから意味合いを言いませんけれども、悪悪というのは伝染するんだ。オレオレ詐欺に引っかかりそうになった人、実際に引っかかった人、これも読んでみてください。世の中に蔓延している潮流をばっこしている悪たちの正体をこういうところで見ることができ、また同時に悪の誘いによって誘われて悪になるという人間もいる、人間の弱さまで内面書いてる、実に苦い結末になるけどこれしか方法がないというところまで突き詰めて書いてる。で言いながら全体に実に軽やかな調子で690ページ近い作品を書き下ろしてる。これはすごい腕、読んでみたいですね。達人